古都教本、源氏物語は、源氏物語の写本の一つである。本写本は現在は54条中和紫を除く53条のみが、現存している。戦国時代の公家である、山品時常天正7年3月2日による、自筆の書入りとされるものがあることからこの名で呼ばれる。 元々の本文は別本で山品と継が青表紙本に基づく書き入れを行ったとされている。元加賀藩主である前田家の所蔵であり、現在は御子教格文庫が管理している。行為源氏物語及び源氏物語体制行為編に写本記号こと山品と継自筆実書入り前田公爵画像として採用されている。大津祐一の書本階題。 源氏物語時点では、二王宮と竹川の御行為が採用されたとしているが、実際には鈴虫を含めた三条が採用されている。源氏物語別本修正には、写本記号、こと、こと教本として、第十一巻に、幻、二王宮、竹川、橋姫の四条が採用されている。二千五年に刊行を開始した、源氏物語別本修正族では、写本記号、前、 写本名を前田本と変更した上で、現在は欠けている若紫以外の巻きすべての採用を予定している。ありがとうございます。